ございます。今日はですね2日目の、シカゴ観光に行ってまいります。はい、ということで今日もシカゴに来てます。今日はですねちょっと風が強くて寒いですね。でね、この川がもう凍ってるんですよ。寒くてめっちゃ凍ってる。氷が下にあります。はい、ということで今から美術館に行ってきます。ですね、美術館今日まだやってないので朝ごはんを食べに来てます。こちらです、サラダ。これ50キロカロリーです。ドレッシングがね、まあいろいろあるんですけども、多分これ全部かけるとめっちゃカロリーがやばいので、これをちょっとだけかけて食べます。タイドレッシングですね。はい、ということで朝ごはんタイム。今日は暖かいと聞いていたんですけども、風が強くてですね、昨日より寒いです、めっちゃ。はい、今歩いて美術館に向かってるんですけども、約15分ぐらいかかるんでかなり遠く感じます。というわけで、2日間ですね観光してきました。ちょっと早いんですけども、2日目もですねもう2時ぐらいの電車になって帰宅いたします。ということでまた更新いたします。バイバイ。